アレックス・プッチョはボールダーワールドカップ2017に上るアレックス・プッチョはボルダリングを専門とするアメリカ人女性のプロのクライマー。ボルダリング全米選手権で10回のチャンピオンになったアメリカ史上最強のクライマーの一人。プッチョは2002年に母親と13歳で上り始め、2006年に全米ボルダリング選手権に初めて参加し優勝。その後、 2007年、2008年、2010年、2011年、2012年、2013年、2015年、2017年、2018年に優勝。また24以上の V12 投球をクライムしている。2014年にはボルダー世界選手権で準優勝。2016年には追患板ヘルニアを患い脊椎固定術を受けた。 2019年1月にオリンピックに出場しない決心をインスタグラムで発表した。オリンピックに出るにはスピード種目が必要でボルダリングに特化した自分のトレーニングを変更するのは難しいための苦しい決断だと説明している。ABS 全米選手権で11回優勝しており、アイフスクの世界大会でも米国のボルダリング選手としてトップクラスの選手。 ありがとうございます。